褒めたらどんどん溜まります。あ、 YouTube とか確かに分かりやすい人いそうやな。マジ分からんことないもんな。 PayPay は還元される。 PayPay は使うとポイント貯まるし、たまに全額キャッシュもある。メルペイか。そう、メルカリやってる人とかはメルペイとかいいんかな。メルペイで売った分を使える的な。あかん、ありすぎてわからないですね。メルカリはでもやってないな。めっちゃ CM 来るけどな。でもまあ安く手に入るんやったらお得か。いや無理だな。確かに世の中便利ですよね。怖い、便利すぎて。あ、キャッシュレス対応自販機、すごいと思う。なんかあのサイゼリヤとかさ、あのお金を何払いやすくするためにさ、金額変えたりなしてるよな。とりあえずポイ活、ポイ活や、ポイ活をしてみようと思う。9月はポイントを貯めて、なんか損もしやんからちょっとポイ活をしてみたいと思います。あ、 GU のレジも怖い。GU のレジ分かりますか。 GU で最近行ったんですけど、自分であのレジをするんですけど、もうほんまにカゴとかにポンって置くだけで何があるかも自動的にやられるんですよ。バーコードピッてせんでも置くだけで何が入ってるかが分かんない。あ、自分だった、やばくない。しかもさ、この前なんかさ、私そこに置いてなくても勝手にさ読み込まれててんか、どこにセンサーあんのみたいな。怖い。ユニクロもなんや。怖たん。便利やからすごいけどな。なんかでもあの何、食品とか買うときもそれやと便利ですよね。セルフレジをよくするんですけど、なんかもうバーコードとかあれあれ反映されへん、あれあれとなるの嫌やな。まあでも間違えたらめんどくさそうやけどな。あ、そっか、触らなくていいっていう。ああ、もうなんかコロナって世界変えたな。すごいな。そう、ポイ活、ポイント活動っていうのかな、分からへんけど。なんか時代が変化して。セルフレジしたことないの、嘘。なんか安田家はあのレジ袋は絶対買わないんですよ。もうマイエコバッグを絶対持ち歩くんですけど、あの最近スーパーだとさ、ほらお店の方がピッてしてくださるとこはもう袋、エコバッグを持ってってその袋に詰めてもらうことを押してくれないんですよ、そのサービスを、コロナの関係で。だからもうカゴに入ったものをこう入れるのって二度手前から、もうセルフレジに行って自分でピッてしたものを直接入れるっていうことをしてるから、なんかそっからはあんまり店員さんにレジ頼むことはしなくなったかも。ほぼほぼセルフレジ。でもさ、一人でセルフレジ行くのちょっと恥ずかしいね、もも。なんかでも嘘、恥ずかしくない？なん
か一人でめちゃめちゃピッピすんの難しいかもあ、ついていくっていう、そう、なるほど、その手があったないいですね。うん、あ、小学校の図書館、あ、そう、小学校のさ図書館ってさ、あのバーコードでさピッてするやん、図書の先生が、で借りれましたっていう認識になるんですけど、毎回図書の時間にそのピッてするのは図書委員の人なんですよね。で私ピッてやりたいし、ちっちゃい子ってもうやりたがりやんか、だからピッとかすごい憧れてたんですけど、まあ図書委員はならへんかってんけど、妹がそう、そのピをしたくて図書委員になってんて、だから今日やってきたわーちゃんって今日ピーしてきたわーってめちゃめちゃ息って言ってはります。だからそうやな、楽しいですよね。懐かしいな、図書委員、委員会何してたかな、放送委員やってました私放送委員して、めっちゃ喋りながら、あの決まった文章とかを読むときに笑っちゃって、めっちゃ周りの人が笑かすからで、めっちゃ怒られたな。あと何委員やったかな何やったかな、給食委員、あ、給食委員とかもあったな。何やったかな、給食委員何住んでたかな、あ、ちょっと覚えてないあれ服装点検みたいな、それは中学か。生き物係あった、ウーパールーパー育ててたから、あったあった、体育委員ね、あった、学級委員もあった、学級委員もやってたかな、学級委員覚えてないな、全然覚えてない、前期後期で変わるもんな。学級委員って何やったっけ、委員長副委員長、全然覚えてない。ウーパールーパー食べへんよ、やばすぎ食べへん食べへん食べへん、残酷やな。あ、保健委員あったかも、で日直とか懐かしい、あれやな、毎日さこうやって明日の日直はって言ってこうやって変えるやつな、懐かしい。なめらか委員会って何生徒会なんやったかな、委員会な、放送委員と、放送委員めっちゃしてんな、それは覚えてる。体育委員、体育委員、体育委員やったかな、いや、やってないな、あ、全然覚えてない。委員になれへんかった人は係になるんですよ、係めっちゃやったかな、いや、保健委員は多分やってないな。うわ、美化委員懐かしい、あった、美化委員あれやんな、掃除とかしなあかんのちゃん、やば、怖いこと言ってる人ある、え、懐かしい、うん、全然覚えてないな、やば、全然覚えてない。クラブはバスケとダンスやった覚えあるな、委員会はほんまに覚えてない。
ベルマークインなかったけどベルマーク集めてた。帰宅部はなかったな。うわめちゃモテ委員長も懐かしい。チャオやんな、呼んでた。うん、あれですよね、お掃除隊とかもありましたよね、うちら NMB。 でもなんかコロナの関係で今お休みになっちゃってるらしい。そろそろ復活するかな。風琴とかあったな。なんか小学校って私何年前、6年前ぐらい、7年前か、やば。いや中学高校が終わってるっていう事実が怖いもん。高校もさ、なんか高校は私勝手に入れられてたな、先生のお手伝い委員、あの最後の残ってるやつに勝手に入れられてたな、いつも安田これやからって言われて、私がいない時に決まってるんですよもう全部。だから安田これやからって言われて、とか英語係とかなって、なんかみんなのノート集めて先生とこ持っていくのとかはめっちゃめんどくさかったな。懐かしい。やばみあったな。ですね、なんかさこの前もさジャンレディですごい小学校の給食トークになったんですけど、小学校の給食トークとかなんか小学生トークってさなんかもうつきひんくない、なんぼやっても面白いこんなんあったよなとか、なかったんとかなんか面白い、終わらへんなんかお手紙交換とかめっちゃあったんですよ私。だからこのレターセットみたいなにすごいお手紙を詰め込んでる。お手紙交換って流行らなかったですかね、プロフ帳とか。たくない、うわシール交換懐かしい。でプロフ帳さ持ってったらあかんくてバレて怒られたな。なんかあの年賀状で住所を書いてほしい、住所を知りたかったからそれも込めてプロフ帳を渡してたんですけど、それはバレて怒られたなプロフ帳残ってる。ルーズソックス履いてない。ルーズソックスのあれやな、スカヒラの衣装のやつやな。うわラメのペン懐かしい。ラメのペンはあの雑誌の付録についてるんですよ。あれなんかガリガリガリってなるやつやんな、もうすぐ出へんくなる。ノートとかめっちゃカラフルやったもん。たまごっちやってた。ロケット鉛筆もあったで。あれやんな、好きな色出るまでこうやってやるやつやろ。そうやば懐かしい。手紙交換な、なんかお手紙交換もなんか番号通りに折ったら顔になるとかそういうのがあったんですよ。なんかキャラクターのウサギになるとかそういうのを買ってもらって、おじいちゃんに
ってあげてたし、逆におらずにそう可愛いからなんかあげるって言っていっぱいくれた子もいた。あれ逆にこれなんか封筒に入れて渡すんじゃなくて自分で封筒を作るんですよ。こんぐらいの紙に両端ペタって貼って袋みたいにして、それにあげたいものを全部詰め込んであげたりしてて、それがめっちゃ懐かしい。楽しかったな、なんかそうやって交換することが。面白い、楽しいですよねそういうの。いやこれはどの世代もやるんじゃないですか。あでも妹やってへんな手紙交換とか。マジさ、私が使わなかったあのお手紙セットとかも全部あげたんですよ。でもあの一回も開封せず残ってるやつとかあるから、手紙交換とかないんかな今の子って。プロフィチオとか全然欲しいとか言ってないもん。やっぱシールとかな、シール帳にめっちゃ貼って、でもシール帳に貼っちゃったらさもう粘着なくなるし、あとプクプクシールとかシャカシャカシールとかあって、あと匂いがあるシールとか粘着なくなったりな、しまんねえよみたいな。確かレナタンとかな詳しいやろな。わからないですとかめっちゃ言われそう。めっちゃ懐かしい。シャカシャカシールはなんかこのシールの中になんかビーズとか入っててシャカシャカシャカってなるんですよ。あそうマジ辞書並みに分厚いね。初めこんなのにもうこんなのね。もうシールちゃんもどっか行っちゃったな。家にあるシールを全部そこに貼ってた。懐かしい、やば。あ、水入ってるシートがあった、バリおもろい。なんかでも中学とかも、まあ、なんかそんな中学はあれか、校則とかめっちゃ厳しくなるもんな。持ち物とか服装も決められてたしな、靴とかもハイカットあかんとかめっちゃ厳しかった。中学ここもまあ厳しかったな。だからなんかそういう流行るものとかはなかったかな。確かに、だから小学校トークがもう盛り上がるよな。ちょっと委員会思い出したらまた言おう。委員会な、何やったかな。アルバム見たら思い出しすぎけどな、こんな人だなってな。じゃあ終わろっかな、ランキングアップします。13ゆうさんありがとうございました。12おぱおぱさんありがとうございました。11ちあきちゃんありがとうございました。10野原しんのすけのすけさんありがとうございました。9位まゆかちゃんありがとうございました。8位まりあちょうがちこいさわまるももりにわきちゅうさんありがとうございました。7位りょうちゃんありがとうございました。6位よっちさんありがとうございました。5位藤巻さんありがとうございました。4位たかまさんありがとうございました。3位富士さんありがとうございました。2位ジョーさんありがとうございました。そして1位はうーかんメインの箱石さんありがとうございました。ではまた明日。